風涼しでございます。ということで今日は、だいぶですね、この、ハルベさんの YouTube もですね、いろんな方に見てもらえるようになって、若い人もね、見てくれるようになりましたので、今までまあ小難しい、ログに対する恨みを、理屈をこいて、語ってきたわけですけれども、まあ、今日はですね、本当の意味で、初めてこのシネマカメラの世界に入ってみたいなと、入ろうかなと、FX30 買ってやってみようかなという人に向けてですね、超入門、別に初級者編という言い方はしません。やる気のある人にこれを揃えればいいんじゃねえのという、例えば我が社に入社した若手のカメラマンにですね、じゃあお前これとこれとこれを用意しろと。で、日夜勉強しなさいというような意味で、何を揃えたら良いのかというところのお話をしたかと思います。では、いるよ。FX30 に、ちょっとごちゃごちゃついてますけれども、要するにスチールのことは完全無視してですね、動画カメラとして、これを使うときに何を揃えなくてはいけないのかというところで、しかもね、それはね、修行をするというかね、この動画というものを撮ってみて、ゆくゆくはプロフェッショナル、今プロフェッショナルでもいいんですけども、お仕事として動画をやっていこうという人たちが持つべきものを紹介したいと思います。まずは本体なんですけども、で、今僕は、これにバッテリーを2つ買い足しています。合計3個のバッテリーを使っています。で、当然充電器も必要なんで、充電器も買ってます。で、電池はですね、ソニーの場合はもう純正の電池しか使えないです。今、富士フィルムのカメラで撮ってますけど、富士フィルムは中華製の安い電池もあるんだけれども、電池はね、ある程度信頼性のある電池使った方がいいんで、メーカー製の電池は推奨しますし、ソニーの場合はメーカー製しかないので、1本7000いくらかな。ということなんで、最初にお買い求めいただくのは本体プラスバッテリー2本。なんで2本かっていうと、だから全部で3本でしょ。なんで3本かっていうと、だいたいこいつが、1% 1分ぐらいの計算ができます。なので、50% ったらあと50分取れるな、みたいな感じです。だいたいこの、もうちょっと取れるんだけどね。早めに交換で言うと、そんなような感じなんですけども。と、1本が100分でしょ。で、2本で200分でしょ。3本で300分。で、僕らね、大体、一日中、運動会みたいなもんでもいいですよ。一日中仕事すると、大体ですね、3時間から3時間半あると、大体どんな現場でも行けるんですね。なので、3本だと300分ってことは、5時間分ぐらいのバッテリーがあるわけだね。なんで、5時間あると、休ませたりなんとかすると、大体一日の仕事はそれで、充電しないで済んじゃうってことですね。それから3本あると1個なくなったら1個だけ充電しに行って残り2個でやればいいのでいいかなと。で、正直言うと大体2本あればね、大抵のとこは済んでんだけど、もしかのために1本ね、もしかしたらのために1本足すから3本欲しいなと。だからプラス2本買っとくといいよと。で、充電器では中華製の充電器でいいです。大丈夫です。ただ最近の電池はね、中にコンピューター入ってるんで、コンピューターを正しく動作させるためには、本体で充電するとか、メーカー製の充電器使った方が、より正確な残量表示ができるな。なので、僕は、メーカー製の、チャージャー1個と、中華製のチャージャーを2個持ってる。うち仕事なんで、なんていうの?事務所に置きっぱなしの充電器と、旅に持っていく充電器、ロケに持っていく充電器と、使い分けをしてるんで、ちょっと充電器の数は多いですな。でも中華製の充電器2000円ぐらいなんで、お買い求めいただければいいんじゃないかなと
というところでございます。そして、この辺ね、スチルの方にはようわからんかもしれないですけど、これ買うと、ストラップついてないです。で、普通のスチルカメラだと必ず、カメラに、ストラップがついてるんですね。首から稼げるやつ、ぶら下げるやつね。で、僕ら動画屋はストラップつけないです。なぜかっていうと、撮影中にこういう風に回してから、ここがこうなってっとカタカタ音がして、その音拾っちゃうじゃないですか。なので、こういう取り回しのために、そういうものは、使わないんですよ、僕ら。で、一応これね、ストラップ穴はついてますよ、スチルカメラっぽくね。だけど僕ら全然使わないので、ストラップっていう考え方はない。で、なので、持って歩くときに、ちょっと心配だよね。手でずっと持って歩かなくちゃいけないからね。まあ、その辺は、ちょっと、スチルみたいに首からちょっと下げて歩くっていうのとはちょっと違うんで、その辺はちょっと使い慣れが必要。まあ、こういうとこにバンドつけたりする人もいるけど、まあ、基本的には動画っていうのは三脚に乗せて使うもんだから、まあ、あんまりそういうことはしないので、逆に、いいカバンを買ってます。いろんなカバンはあるけれども、まあ、こういうのがそのままスコーンとこう入るようなね、カバン。まあ、僕気に入ってんのはこの、コーチのちっちゃいカメラバッグなんですけど、これが意外と横、この待ち、ね、深さがあるんで、こういうのそのままポンと入るんで、いいカバンとカメラがセット、ストラップの代わりにね、まあ、そんなような感じになります。はい。そしてですね、次に何買わなきゃいけないかというと、まあ、当然レンズなんですけども、スチルの発想で言うと、まあ、ズームレンズの、何かしらかを買おうかなと。まあ、当然動画もね、ズームのが簡単で便利なんで、ズームを買うっていうのが、まあ、王道は王道なんだけど、前の方でもどのレンズ選べばいいかって、レンズ選びの、コンテンツ作りましたけども、基本的にはね、中途半端な倍率のズーム買うんだったら、お金がもったいない。だから、ニッパチ 28mm、70mm みたいな、スチルでよく使うようなもので、やるのは、ちょっと、修行としてはよろしくない。現場では僕らも使うことはあるんだけど、ちょっとまあ、もったいないかな。高いしね。なんで、私おすすめするのは、前から言ってるように単焦点レンズ3本組っていうのが一応は基本になります。映画は昔からこのスーパー35のミリ数で言うと 23mm、33mm、50mm ちょっとのところのレンズの3本を持って歩くっていうのがまあ定番で、じゃあどのレンズ買えばいいのってことになっちゃうんだけど、できればまあ、オートフォーカス優秀なカメラなんで、オートフォーカスレンズがいいんで、いつも紹介してる ATX-M の、F1.4 シリーズを買うのがまあ、いいかなと。動画やるのにね、その3本買う余裕があればね。逆輸入品の時の逆輸入版で3万円台だったりもするから、3本揃えて十数万ぐらいな感じかな。うん。で、正直言うと、ビルトロックスっていう会社の OEM だから、そっちのレンズだったら大体全部3万円台だから、まあ、そっちのレンズでもいいかなっていう。まあだからアフターサービスっていうかね、サポートの問題だけ の違いだから、まあ時な買っとけば、安心は安心ということですよね。なんだけど、全部3本買うのもなんだなと。要するに自分がどうしていいかわかんない。つまりね、レンズ選びって非常に難しくてね、要は、俺ら機械じゃねえからさ、これを撮りなさいって言われて、はいはいって言って撮れるもんでもなくて、自分が何撮ったら気持ちいいかとか、撮りたいかとか、撮れるかっていうのは、人それぞれちゃうわけですわ。で、おいらみてえにおしゃべりで、人とばっかり喋ってる人は、インタビュー用レンズを買うのが一番幸せなんだから、YouTube みたいにこうやって、自分でずーっと喋ってんだったら、YouTube に使えるレンズが幸せなのさ。だけど、ちょっと、離れたものを、綺麗なものを見つけて、まあ、撮りたいとか、まあ、遠くっていうかね、遊んでる子供撮りたいとかさ、動物撮りたいって言ったら、それはもうちょっと、もっと望遠鏡のレンズがあった方がいいじゃないですか。なので、何撮るかわかんねえから、ズーム買うって手もあるんだけど、逆に言うと、自分が何撮りたいかを知るためのレンズを買った方がいい。で、それは、この絵用で言うと 33mm なんです。
標準レンズって。で、一番面白いんだけど面白くねえんだ。できるようになってくるとこれほど面白いレンズはないんだけど、初めて触るとこれほど面白くないレンズもないんだ。なんか、ドキドキしない。なぜか人間の見た目と同じ画角で撮れるんで、自分が目で見てるのと同じものが撮れちゃうってことなんで、逆に言うとそれで撮ったものが自分の力量なんですよ。だから、この33ミリで撮った絵がつまんなかったら自分がつまんない男、つまんないカメラマンなんです。で、33ミリで撮ったものが面白くなってくると、それは自分が上達したことだし、面白いことになるんです。で、逆に広角レンズっていうのは誰が撮っても面白いんですよ。なんで最近スマホは広角レンズついてるじゃないですか。で、ドカーンって広いのが撮れるんですね。で、あれは誰が撮っても楽しいんです。なんで、だけど、あれで撮っちゃうと誰が撮ってもそんな変わんねえんだ。使いようがなくて非常に逆に言うと、あれですごい、うわーっていうのが撮れるのは、相当上手になってからの話ですね。で、望遠レンズね。まあ、今回紹介するんで言った50ミリ超えのレンズは、それはそれで、心がときめきます。なぜなら、普段見えないものが見えるからな、望遠レンズっていうのはね。ということなんで、じゃあ何を買うかって言った時に、まずはですよ、仕事があるなら別、仕事がもうすでにね、仕事していて、シネマカメラに切り替えるっていうんだったら、今までのレンズのラインナップの中から考えればいいし、ズームでもいいんだけども、まあ、本当にこう、これから、真面目に一から勉強しようと。だから俺、うちの社員、若手が20代入ってきた時に、じゃあ、これに33ミリをつけて、お前ちょっとこれで街中撮ってこいよと。で、後で見てやるよと。そうすると、被写体との距離を何メーターに撮ったかとか、どんな高さで撮ったかとかっていうことで、その人の気持ちさえ僕らはわかるんです。なぜならずっと自分たちも修行してきたから、ああ、お前、ちょっと恥ずかしがって、離れて撮っただろうとか、ずずしく前に突っ込んだから逃げられただろうとか、なんでそこから撮ったのみたいなことまで、僕ら言い当てられるぐらいになるんですよ。なんで、なもんで、この、1本を、33ミリをとりあえず買ってみるっていうのが修行するという意味では。だけど、失敗、成功失敗がはっきり分かれちゃうから、いきなり作品撮りみたいな感じにはならないです。で、よく言う若手の YouTuber さんたちの上げてる動画ね、クールでしょみたいな、かっこいいでしょみたいな、エモいよねみたいな言ってんの、よく見比べてください。広角レンズを使って、スタビライザー使ってる人たち、あら、簡単です。もう三種の神器。広角、スタビライザー、スローモーション。まあ、僕らハイスピード、ハイスピードって言うんですよ、僕らはね。ハイスピードっていうのは、コマ数が多い。コマが、フィルムだからね、コマが多いって、フィルムがすごいスピードで、撮影されていくから僕らはそれをハイスピードって言ってるんだけど、スローモーションのことです。で、三種の神器、広角、スタビライザー、スローモーション。これは誰が撮ったって、あっという間に簡単にエモいのになります。なぜなら簡単で、普通の目線ではないし、スタビライザーのおかげでね、ジンバルのおかげで、ニョロニョロニョルニョルと、これも人の手ではできない。ものが見える非日常なんです。どっちも広角も非日常だし、スタビライザーの上に乗っかってってのも非日常で、スローモーションも非日常、非日常が3つ合わさったらそれはエモいんです。なので、それはその人がうまいんじゃなくて単に機械に取らされてるだけなんで、まあ、そんなのを別に信用する必要ないっていうか、真似してもすぐできちゃうから、大した話じゃないですよ。で、もうちょっとそのいろんな人の絵を見たときに、いわゆる 33mm 標準レンズ 50mm 相当で撮ってる人がいたら、これはちょっとよく見てください。そういう人は多分上手だと思います。50mm という画角、まあ、50mm っていう35mm 換算の 50mm ね、 33mm、 このスーパー35で言うと 33mm の絵がどんなものかっていうのを見極められる。だから買う前にいろんな YouTube 見たときに、あ、これは 33mm だと、スーパー3号の 33mm だというのが一瞬で見分けられるぐらいまでいろんなものを見てください。いろんなものね。そうすると本当にうまいカメラマンっていうのはどういうのか見えてくると思います。それが映画なんか見てもね、その標準域というこの 33mm で撮った絵っていうのを見極めてください。で、それで後ろどのくらいぼかしてるかとか、そういうのが分かってきた時に初めて、レンズの使い方っていうことが分かってくるんですよ。なんでまずはこの 33mm っていうものを
手に入れるのがいいんだけど、まあ、33ミリはですね、私はどっか置いちゃったの。これもまた、トキナーの回し物かと言われるぐらい、トキナーのですね、SZ33mmF1.2 っていう、5万円、6万円ぐらいのマニュアルフォーカスレンズですけども、それを買えば、天国。やっぱこう、大口径レンズは楽しいですから、まあ、それがいいんだけど、まあ、とにかくその辺の 33mm を勇気を出して買ってみる。自分の下手さにがっかりすると思うよ。俺も時々33mm と手に持つとちょっとドキドキしちゃってね、修行時代を思い出してね、下手っぴは下手っぴに映るんですよ。上手は上手に映るの、あのレンズはね。なんで、最近もうおっちゃんになったからさ、若い時の気持ちで 33mm パッとこうさ、使うじゃん。人さ、俺上手くなったなと思う。センスがいいんじゃねえんだ。場数を踏んだために、失敗しないことがこういうことだっていうのが分かって。で、なんか、そこに F1.2 みたいなちょっと力を、レンズの力を借りちゃうと、すげえエモいものが撮れちゃうから、33mm で撮るのがいいよっていう感じ。なんだけど、中にはそのもうちょっと長いね。56mm、まあ、85mm 相当。これは、女性のポートレートなんかを撮る。レンズですね。だから遠くから誰かを見つめる目線なんですよ。なんでそのレンズも自分がドキドキして面白いと思います。ただし、そのレンズは食事撮れないです。1メーターぐらい離れないと撮影できないレンズなんで、ちょいと使い方がですね、汎用性がないレンズなんで、それ1本だけだと辛い。他にやることがなくなっちゃうからね。いつも遠くから何か撮るみたいな覗き趣味みたいな人間になっちゃうからさ、なかなか、よろしくないんで、まずは 33mm を買うのがいいんだけど、そうするとやっぱりね、毎日そればっかりだと楽しくないかもしれないんで、で、その時に、こいつにはデジタルズーム4倍、もしくは超解像ズーム 1.4 倍っていうのが入ってるので、要するに拡大してくれる機能ですね。っていうことを考えると、33mm 持ってたら、まあ、その4倍だから、120mm だから、200mm 相当まで、要するに超望遠レンズまで、1個でね、単焦点レンズなのに望遠として使えるから、本当の望遠じゃないんだけどね、望遠っぽく使えるからいいでしょ。もしくは、その下の 23mm を買っといて、広角で使えるんだけど、1.4 倍の超解像ズームっていうのは画質が変わらないで拡大するモード。23mm1 本あったら、さっき言った標準レンズまでが超解像でできる。で、デジタルズームまでやったら、ポートレートまでできる。なので 23mm を買えば標準の練習にもなる。本当は違うんだけどね、標準の練習にもなるし、ズーム使えば仕事にもなる。なんで1本だけ買えつった時の実用性で言えば 23mmF1.4 っていう明るいレンズを1本買っとく。それだけやれば、ほとんどのことができる。仕事もできちゃう、それで、という感じです。なのでそうすると1本3万円から5万円ぐらいでしょ。本体に電池2本にレンズ1本は23mm レンズね、 AF の、ATXM23mmF1.4 ってのがあるんで、それ買うといいよっていうことになります。それで、次に必要なのは三脚です。三脚も動画の場合は動画三脚っていうのを買わないとダメです。で、我々が、まあ、もともと使ってるのは、三脚だけで40万とかいうのをかつて使ってたね、カメラが重たい時ね。それで今でも20万ぐらいの三脚は、使うことがあります。ちゃんとした時にはね。で、三脚がなんで重要かっていうと、動画の場合は、パンと、チルトってこの2つの動作が、これ自体が役者の演技と同じぐらい重要になるので、それがスムーズに滑らかにできるものを買わなきゃいけなくて、そういう、まあ、こういうの、分台って言うんだけどね、そういうものはもう単純に値段に比例します、性能が。なんで僕が使っている、三脚ヘッド、どっかこの辺が、ザハトラーの三脚ヘッドはそれだけで30万弱、20何万円、ヘッドだけでね。で、足が10万円ぐらいなんだよ。ちゃんと映画で使う時のやつはね。
なんだけど普段の取材とかではそんなにあのがっちりしたのいらないんで、それでも 2,3 万の三脚は使っています。なんで今はスモールリグさんがね、あの大型カメラ用っていうか、まあ、中グレのカメラ用の2万円ぐらいの三脚出してるんで、まあ、あれでいいかなっていうふうには思うんだけど、ただね、三脚って持って歩くのに、どのくらいのサイズのものがいいかっていうのは、それぞれ、私は電車移動ですって言ったら、やっぱり畳んだ時に50センチぐらいになる方がいいんだよね。で、車移動の人は何でもいいさ、重たくてもいいし、ただ山登りますよって言ったら、やっぱりそれなりのものを用意しなくちゃいけないんで、で、ビデオ三脚が、スチル用の三脚と一番違うのは、そのパンとチルとするよってだけじゃなくて、常に、どんなとこに置いても水平を出さなくちゃいけないんですね、カメラね。曲がってるまんまパンすると、映像がグニャーとかって出てっちゃうの、曲げっとね、こんな風になってっちゃうんですよ。で、そうならないように、必ずこう水平を出す、この水平レベラーというレベルね、水平レベラーって言うんですけど、そういうのがビデオ三脚にはついてるんで、ビデオ三脚っていうやつを買ってください。買ってください。スモールリグさんなんかがいいかもしんないし、スリックっていう、まあ、昔からのね、老舗のメーカーさんなんだけども、そこの、まあ、トラベル三脚、シネマスプリント240みたいなっていうのもあるんだけど、まあ、それは安い割には軽くて丈夫で使いやすいのもあります。なんでその辺は、まあ、過去にね、三脚特集やってんで、ちょっと漁ってもらってこれがいいみたいなものはちょっと見つけていただければいいかなと。で、これで今、カメラ、レンズ、バッテリー、三脚、までが来ました。ここまで来ればだいたい一通りできましたとさと。で、次に音で、動画だから音も重要になっちゃうんだけど、音はまたちょっとハルベス氏の他を見ていただきゃいいんだけど、最近私はこれはですね、ぜひ買ってほしいのは ECM-B10 というデジタルマイクがあって、2万9000円ぐらいかな、ちょっと高く感じるかもしれないですけども、それ1本あったら、いわゆる映画でこうブームつってこうショットガンマイクをビューンってこう出したりしてるけど、あんたの全部いらなくなっちゃうから、そのマイク1個だけあれば、何でも使える。だから今春風涼しが、取材に行くときにはマイクはそれ1個だけくっつけて、それでもうおしまい。どんなインタビューでもそれだけで絶対大丈夫。それで終わりだから。昔だったらこれ、ショットガン、インタビューマイクを垂らさなきゃいけないとか、ピンマイクにした方がいいだろうとか、いろんなこう選択肢があって、それは大変だったし、で、こいつを買うときも、音声入力付きハンドルがあるんだけど、あれを、私は買ってないです。音の超プロフェッショナル、はるかですし、ハンドル買ってないです。だっていらないから。ECM-B10 を買えばそれでいいんです。デジタルマイクがあったら、それだけでいいです。それで、これでですね、一回りが全部大体うまくいったかなっていうとこなんですけど、さらに買ってほしいものがあって、これスモールリグで出している1個2000円のポケットライトを、春風涼しは1個2個、3個持ってます。もう1個どっか後ろに仕込んでいくから出てこねえな。これ、1個2000円をたくさん買ってます。で、これ、つなげて、どんどん増やせるんで、ガチャンガチャンこうやって、つなげて増やせるんで、これがとっても便利。ちょっと、まあ、ペコーンってつけると、今、こう明るさが、こうグリグリ回すだけで明るさ変わるでしょ？から、一回押すと、グリグリ回すと、色がこう変わるのよ。こういう風にね。なんで、これ、未来でも、なんか操作がさ、こう置きっぱなしで手伸ばしてピピってちょっと触るだけで、どんどん色と明るさをどんどん変えられるから、これ超便利。だって1個2000円だよ。2000円を、これ4個買って8000円でしょ？ 4 発あったら、でっかいライト1個分の力が出ちゃうからさ、これはもうカバンの中に入れときゃいいんで、このぐらいのライトを、まあ、2個あったら大抵のことができる。で、3個あれば、本格的なライティングができる。ライティングってやっぱりね、複数のライトを使って初めてかっちょよくなるんで、ここも今1、2、3、4、5みたいな感じで、まあこういうのは演出光って言って、こういうのはね、画面の中に映るライトっていうのも重要なんです。で、今ここ、カーテンが後ろ光ってますけど、カーテンの後ろにライトが置いてあるからカーテンが光ってるんですよ。で、そういう風に、演出光っていうのも必要なんで、そういうのにこういうのをたくさん持ってっといいんで、
あの、お小遣いが余った時に今月も1個足そう、今月も1個足そうっつって、これ、まあ、多分俺も徐々に買い足して最高で、まあ、6発ぐらい欲しいかな。9個あったらまたいいかな。まあ、って感じで、ちょっとまあ、今日はお茶飲むつもりがお茶飲まなかったからこれ1個買おうみたいな感じでいいと思います。で、揃ったでしょ。で、カバンもね、最初に言ったけど、カバンもそういうの全部入れられるぐらいのカバンを1個買えばいいかな。で、レンズは1本あったら、中のデジタルズームでいろんなことできるから、それでいいでしょ。だから高いズームレンズなんて買う必要ないわけよ。こいつの場合ね。で、そこまでが、とりあえずの最初の一歩だ。だからおすすめは23ミリ買えばいろんなことできるからお得なんだけど、33ミリを思い切って買う人は偉い。俺はそういうやつは、お前将来いいカメラマンになるよって褒める。お前偉いね。あえて苦行の道を進むんだねっつって。その代わり、SZ33 ミリ買うことを許すと。それはマニュアルレンズなんで、これだから、さっきはオートフォーカスレンズなんで、ある意味楽に色々撮れるし、23ミリだったら自撮りまでもいけます。ギリギリ手伸ばした自撮りもいけるから、YouTube なんかもやりやすいです。で、33ミリで自撮りやろうと思うと、ちょっと1メートルぐらいやっぱレンズ離さなきゃいけないんで、置いて離さなきゃいけないから三脚に止めるとかね、そういうことが必要になっちゃうから、ちょっと要するに33ミリは、カメラマンがいろいろ苦労しないと絵が作れない。逆に言うと、苦労するからこそ上手くなる、レンズなんですよ。ちょうどいいんです。なんで、まあ、なおかつそこに茨の道が一個あって、マニュアルレンズにするという選択がございます。で、マニュアルレンズ、今これマニュアルレンズに、ちょっとこれモーターのフォローフォーカス、これ、ピント合わせるのにモーターつけてるんですけども、モーターじゃなくてね、フォローフォーカスって言って、ここにギアがね、ギアがどっかないかな、これ。よいしょ。フォローフォーカスユニット。まあですね、まあ、こういうのフォローフォーカスって言うんですけど、ちょっとこれね、これにつけるようじゃないんで、ちょっと、このまんまつくのかな。ちょっとつかない気がするな。まあ、ちょっと変なとこについちゃったんだけど、まあ、こうやって、見えるかな。回ってるよね、これね。こういう風に、ピント合わせをするのを、まあ、ちょっとこう、普通はこうやってやるんで、ちょっと、今ごめんなさい、これ用のが今、発注して届いてないんだけど、まあ、こういうフォローフォーカスっていうのをつけてあげると、まあ、ピント合わせが非常に楽になるんですね。で、ピントってのが、これもスチールと違って、ピントって、いつも合ってりゃいいのが動画じゃなくて、ピント自体が、例えばピントが合ってないとこから合うよみたいなことも動画の中では表現なんですよ。なので、人間の手でフォーカス合わせる方が気持ちが伝わります。動画ってね、気持ちをどう伝えるか、その時間でね、ゆっくり気持ちを伝えるとか、一瞬で、気持ちを伝えるとかっていう、その気持ちを伝えることの手段の連続を動画って言うんですよ。なんかね、ずっと綺麗なものを映して、映し続けりゃ動画かなみたいな感じのものが多いんだけど、だからよくまあ若いクリエイターが、さっき言った三種の神器ね、スタビライザー、広角、スローモーションっていうのを使ってやるんだけど、あれって一個のカットの中に一個の気持ちしか入ってないから、繋いでっても、なんだか綺麗だったねとか、なんか楽しそうだねみたいな、すごい感情自体が薄っぺらいのになっちゃうんだよね。なんだけど、動画っていうのは、その一個のカットね、の中に、感情の変化を埋め込んでいくのを動画って言うんですよ。その時に、いろんなやり方あって、例えば、こう、画面に主人公がこう近づいてくるよってことは、見てる側にとっては、迫られてくるってこともあるし、逆に、カメラが今は俺が寄ってたんだけど、カメラが寄ってくれば、そこにフォーカスしていくよと。で、それがさ、逆に言うと、ピントが最初合ってないのに、ピントが後から合うと、うん、なると、そこへ気持ちが集中していくっていうことになるんで、そういう動きも、手でやった方がいいんだよ。だから、オートフォーカスで合い続けるっていうのは、ちょっとその、気持ちをそこに込めることができなくなっちゃうんで、
あの動画を作る上では一個感情を失った、薄っぺらい感情になってしまったということなんですね。なのでそのピント合わせ、まあ、これ今マニュアルですけど、このピントを合わせるんだっていうね、うん、徐々にピントが合うんだっていうこと自体を学ばなきゃいけないから、そうするとさっき言った、23ミリをオートフォーカスの23ミリレンズを使って、オートフォーカスレンズをマニュアルにすればマニュアルで合うんだけど、あの、オートフォーカスレンズのマニュアルフォーカスはちょっとダメなんです。さっきのフォローフォーカスも使えなくはねえんだけど、ちょっとフィーリングが違うんだね。だからダイレクトに、これみたいなね、こういうダイレクトなマニュアルレンズを一本持っていると、あの、気持ちが、要するに映像に気持ちを込めるっていう練習しなきゃいけないんだよ。そのためのレンズってマニュアルレンズが1本必要。ということでさっきからまとめると、23ミリの AF1 本あったら仕事に使えるでしょ、何でもできるでしょ、あの、が1本あるでしょ。次に買うべきは33ミリのマニュアルレンズなんだよ。33ミリのマニュアルレンズ買えば、この動画に気持ちを込めるという練習ができるようになるね。でそれをやるのがいいわな。で、そのためには、マニュアルフォーカスレンズは、まあ、なんでもいいです。これ今、あの、マニュアルフォーカスレンズの17ミリだけどね、これはね。あの、このシリーズも23ミリとか33ミリもあるんで、あの、23はねえのか。あの、33ミリっていうのがあるから、それ1万円だからね。この、あと、ちょっとこれに書いておくけど、1万円だから、あの、とりあえず、AF23 ミリ買ったら、1万円のこのシリーズ買うと、これ F1.4 だからね。に、スモールリーグの、フォローフォーカス、ミニフォローフォーカスっていうのがあって、今ちょっと発注して、届くの待ってからまた別に紹介しますけども、それがあると、これで、あの、大体映画でやるべきことの、基本道具が一回り揃ったと。三脚、照明、で、レンズとフォーカス系。これだけあれば、うん、映画が撮れるぞ。マイクもさっきの一個あれば演技も撮れるぞ、そのマイクでね。なので、その辺がポイント。あの、こういうね、あのフォローフォーカスつける部品もフォローフォーカス買えば作っててくるから、あので、このカメラのいいところはこういう風にそういうフォローフォーカスのための穴が開いてんだよ、初めからつけてくれっつって。なので、その辺が、あのポイント。最後まとめると、これ25万円で、23mmAF レンズが5万円で、まあ、30万円で、電池2本足すとあと1万4千円とか1万5千円ぐらいになるでしょ。それで、三脚がだいたい2万円ぐらいの買えばいいと思います。スモールリグの三脚でいいと思います。それで、今足して3万5千円、33万5千円に、こいつね、照明が1個2千円を2つか3つ買ってくれ。で、そしたら充電器も買うから、これで今24万円ぐらい、あ、じゃあ34万円ぐらいでしょ。で、あの、1万円のレンズを1個足して、1万円ちょいとのフォローフォーカス買って、みんな頑張れ。35万円出すと、映画が撮れる。うん。と、撮れるな。うん。そこが映画し、あの、なんていうの、本気で動画を始める最初の初期投資だ。初期投資35万円でいける。うん。で、どれを削るかって言ったら、フォローフォーカス系はいらないかもしれない。こうやってもできるからね。フォローフォーカスあったらかっこいいだけなんで、フォローフォーカスなくてもいいかもしれないです。うん。なので、ちょっと削れるでしょ。はじめから、マニュアルの 33mm の、この1万円レンズスタートでもいいかもしれないよ。したら、本体25万円のレンズ1万円の、三脚2万円の、照明とか電池類で両方で1万円ちょっと、あ、2万円ぐらい。だから、30万切るね。30万以内で映画が始まるかもしれない。この中華製のこれ一番広角買ってみたんだけど、すげえ描写は良かったです。前回までの動画全部この17ミリで撮ってんだけど、この17ミリも面白いですよ。この17ミリと、これ3本組なんだけど、17ミリ、33ミリ、50ミリだったかな。F1.4 シリーズっていうのがあるんで、TT アーティさん、
っていうね、中華製のメーカーで、とってもいいレンズが。うん、そうすると、それ、4本セットで4万円、3本セットで4万円で買えるんだ、実は。だから、それが一番幸せかも。でも、ただしマニュアルフォーカスだからね、せっかくオートフォーカスカメラ買ったのに、マニュアルだけは寂しいから、やっぱりオートフォーカスレンズは1本は持って、33mm をこの1万円にすればいいんじゃないかと。ということで、またなかなか喋りましたけれども、初めて買う、動画セットのおすすめでございました。では。